こんにちは、少子子です。こんにちは、キヨです。はい、今日は麦を書いてみたいと思います。はい、お願いいたします。まずはちょっと側筆で筆を寄せ気味で、はい、左から1、1という風に書いていきます。トントントンっていうリズムで、はい、このリズムで書いていきます。はい、で同じように今度は右から左っていう風になります。はい、画面ずつ書いていくんですね。そうですね、一番これが簡単な書き方かもしれません。はい、はい、そして今度はこの麦の実の根元をちょっとよもぎ色で締めてみます。最初の色は木草なんですよね。はい、はい、で穂先もちょっと締めてみます。はい、もうこれでもう随分麦っぽくなってきましたね。そうですね、うん、はい、次がですね、はい、難しいんですけどね、この直線っていうか、なんとなくこう自然な感じでずっと伸びた感じを出してほしいですね。はい、はい、同じ木草です。はい、この細い筆で今から剣みたいな、何でですかね。あ、これはのぎと言います。あ、のぎというこの細い針のような、ひげのような、ひげのようなですね、うん、これ実から一本ずつ出てるんですよね。そうなんですね。だから麦の数の、麦の実の数だけこれがあるということですか。そういうことですね。そういうことですね。はい、はい、慎重に書いてみてください。これ色ボールペンで書いてもいいですね。そっちが簡単ですよね、うん、あの以前指導した時に定規で弾いてる人がいましたよ。あ、それはいいかもしれない、うん、それもいいかもしれないね。はい、はいはい、できましたね。もうこれでほとんどできましたね。はい、はい、次が今度は葉っぱですね。ちょっと下の方から1っていう感じ、こんな感じになりますね。でちょっと根元と穂先と締めていきます。筆の調子が良くないですね。はい、根元を、はい、筆のせいにしました、うん、で穂先を吸ってもらいます。あ、いい感じです、うん、もうこれで、文字を入れたいと思います。はい、お願いいたします。
Thank you.